どうもこんばんは、ミスターノーバリーです。今回もカンを迎えに行ったんですけど、あ、そうそう、今週もね、カン君はうちに来てます。その時にね、見たことがない子がたくさんいたので、一気にご紹介していきたいと思います。今回の新人犬たちはすぐに決まりそうな子ばっかりでした。まずはこの子、ミニチュアシュナウザーのシエルちゃん。まだ子犬ですね。生後8ヶ月か9ヶ月だそうです。保護の経緯は、家族に犬アレルギー発症のため飼育困難。これもね、結構飼育放棄のね、多いパターンなんですね。本当にね、気をつけてください。まあ気をつけようがないこともあるかもしれませんが、できるだけ気をつけてあげてください。ミニチュアシュナウザーって可愛いですよね。僕も大好きな犬種です。実はミニピンとかとも祖先、先祖では繋がっていてね、結構アクティブな子が多い印象です。前にいたレチェと同じ服着てますね。可愛いですね。そして一緒に写っているこの子はパン君。トイプードルですね。この子もね、まだ若くて5歳ぐらいです。象のズボン履いてて可愛いですね。この子の保護の経緯は、経済的困窮により飼育困難。コロナでペットを飼った人増えたみたいですからね、今後はこういう理由で犬を手放す人が増えていくんでしょうね。にしても可愛いですね、この子も。そして次にいるこの子はチーズちゃん。この子もトイプーですかね。まだみなしごさんのホームページに載ってないんで、年齢とか保護の経緯はわかんないんですけどね。まあ、聞けよって話なんですけど。うちの娘がね、体操気に入ったみたいで、ずーっと抱っこしてね、いい子いい子してました。なんか最初のうちは無理やりって感じでしたけど、最後の方はね、チーズも娘のことが気に入ったみたいでね、まだもっとやってよ、みたいな顔してました。仲良くしてて、お決まりのね、この子飼うって言ってました。うちの子はね、すぐこの子飼うって言います。そして、この隣にいる子。この子はマックという子で、この動画を回している日に保護犬になったそうです。ここはどこなの？あなたたちは誰なの？って感じでビク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 してました。かわいそうですよね。保護犬になった初日って大体こんな感じで、初めて来る場所、初めて見る人、初めて見る犬、そこにね、今まで一緒だったはずの飼い主がいない。もう本当に地獄ですよ。だからね、これから犬を捨てようかなって少しでも考えてる人は、よーく犬の立場になって考えてみてください。まだ2、3歳の人間の子供もね、どこかにね、知らない場所に置いていくようなもんですよ。よーく考えてください。で、ここまではね、おそらくすぐに決まりそうな子たちでした。ここからが問題児2人組、ブーとカン。ブーちゃんはね、もう3ヶ月ぐらいいますね。でもなかなか決まらないですね。僕も何回も会ってますけど、僕にはまだこんな感じです。でもね、ほんとブーちゃんほど保護犬の魅力を見せつけてくれる子も少ないですよ。こちらの映像をご覧ください。これは大野恭一さんっていう方のカメラマンの方からいただいているあの動画なんですけど、ご提供いただいている動画なんですけど、ブーちゃんいい顔してますね。可愛いな、ブーちゃんは。見てくださいよ、この笑顔。可愛い笑顔してますよ。もう散歩が大好きなんだろうなっていうのがすごいわかりますよね。吠えたけど。でもいい顔してますね。舌出して可愛いですよね。もうこっちが、ね、ブーちゃんの本性ですからね。ワン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 吠えてるところより、こうやって、ね、ニコニコしてるところがブーちゃんの本性だと思います。僕もね、もっと頻繁に会いに行きたいなって思います。だって僕にもこの表情見せてほしいもん。これがね、やっぱりこう、保護犬好きからするとね、犬好きの、特に保護犬好きの人からすると、こうやってね、心許した時に見せてくれる表情がね、可愛くて、やっぱ最初に会った時のね、すごい威圧をしてくる感じから、こんな顔になってくれるところがね、やっぱり保護犬の魅力ですよね。そして最後はこの悪ガキちゃん。もう人間に対してはね、悪ガキじゃなくなりましたけど、まだまだ他の犬にはね、激しいみたいです。カンは家に帰ってからまた紹介しましょう。ということでですね、カンくんが、帰ってきました。また、イエーイですって。またね、今週も、一緒にいてくれるみたいです。わー、かわいいね。どうした？てな感じでですね、僕は預かりボランティアとして今は保護犬の預かりをしながら、YouTube で動画配信をしております。はい、カン君やめなさいそれね。でね、なんで今こうやって小屋に入れてるかというとですね、そうなんです。実はね、まあ僕が感じるですけど、一番こうなんか
普段噛まないようなワンちゃんでも噛んじゃう時ってなんだかんだでこう家に連れて帰ってきたその日当日なんですよね。なのでまあ僕はねこう帰ってきたらとりあえず小屋に入れて落ち着かせるようにしてます。で今はねさっきまで散歩行ってきましたんで、で散歩行って帰ってきてとりあえず小屋でねゆっくりさせるっていうことをねやればあんまり問題起こさないんじゃないかなと。おー今歯が痒いみたいですけどなってます。まだ子犬だからね。まだ子犬なんですよ。かんちゃんちょっとやめなさいよ面白い。面白くねえよということで、この動画気に入っていただけましたらぜひいいねとチャンネル登録ねよろしくお願いいたします。コメントもよろしくだそうです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。